ウイスキー入れて、いつものハイボールしちゃいましょうか。いつものハイボール。グラスを冷やして、で、このキンキンの冷えた炭酸でね、温かいなと思いやす。よし。軽く、じゃあお疲れ様です。ハイボール。お疲れ様。やっぱりさ、今まで飲んでたハイボールの方が落ち着くね、これ。なんかお家に帰った感あるわ。お家に帰った感が。うん、美味しい。うん。お肉ちょっとパテに焼いていきましょう。よっ、こんな感じか。うん。じゃあ塩でちょっと味付け。塩で味付けします。はい、いきます。うん。へえ、感じ。いや、スペアリブのさ、炭火ちょっとハマるね、これね。いただきます。赤。もう折れたんだけど、これ、うん、いただきます。新しいニューハシで赤、うまい。ちょっとここ赤みかかってるけど、おいしい、この状態でちょっと焼いとけばいいのか、これ、ジューシーでうまい。骨付き肉はハマるかも。次ね、アービちゃんをね、いただきたいなと思います。アービちゃんちょっと焼いて、醤油で食べていきたいなと思います。この間のね、ひきめさんのアービキキング焼いていきます。よいしょ。ちょっとアービちゃん焼けてきたんで、醤油でね垂らして、焼きれるわ。そんな夏目さんはちょっとおかしいよ。はい、じゃあいただきます。これアービちゃん、こんな感じで。じゃあいただきます。海のハンバーグいただきます。それとこぶしじゃない、これ。これアービちゃんだ。うまい。味も完全にアービちゃん。これちょっとおこじさんには残しとこう、半分だけ。これおこじさん用で取っときます。うまい。いいね。続きまして、トコブシでございます。アービと似た形なんですけど、コブシを食べたいと思います。なんか爆発して反対になったんだけど、これ。大丈夫これ。これでいいよね。爆発しちゃったんだけど。よっしゃ。じゃあ、トコブシ醤油、ふっかけて味付けをして食べたいと思います。それでは、トコブシいただきます。なんか、アービと似てる感じだね、本当に。噛み応えだったりとか味はちょっと違うんですけど、1個ね、600円だったかな、これは。貝自体はちょっと似てるよね、これ。ちょっと見比べてみましょうか。ちょっと差を見てもらいたいんですけど、これがね、トコブシなんですよね。これトコブシの貝、裏がこんな感じで、表がこんな感じなんですけど、一方こっちですね、こっちが、アービーなんですけど、こんな感じです。はい、トコブシこれです。で、アービーちょっとね、穴がね、多分ここの穴がちょっと違うんだと思うんですけど、こんな感じの違いですかね。でも結構似てるね。味がちょっと微妙にあれですね。まあでもこの違いがよく分かってよかったかな、これ。でもアービーの方がやっぱり美味しいかな。ちょっとおのっちゃうんで、尾道ラーメンでこれ少し平らにしていこう。こんな感じで簡単にいけたわ。これで次、お水をね、ここに入れていきます。ここでお湯をちょっと沸かせようか。おお、すごいことだった。今ここでお湯を、ちょっと大丈夫、急に温めちゃったつか、ステンレスで大丈夫かなって思うんですけど、まあなんとか大丈夫だということを信じましょう。で、蓋を閉めておけば沸騰するはず、予想としては。さあ、じゃあ沸騰してきたら、この尾道ラーメンのお湯をね、ちょっと入れていきたいと思います。 OK、 ちょっとお湯をちょっと入れていきます。すっげえ、なんかこれ、そんな感じかな。よし、これでお湯はバッチリ入りました。じゃあ尾道ラーメン入れましょうか。スープ入れて、スープを入れて、かき混ぜていくと。カップラーメンめっちゃ楽だな。お湯沸かすだけでいいという、こういうね、感じ。じゃあいただきましょう、尾道ラーメン。尾道ラーメンいただきます。めっちゃ熱そう。この時間に脂質が多いな。雪多い食べ物、うまい。吉田、一番
一番まともなんすか。うん、一番まともって、このラーメンめっちゃうまいよ。尾道ラーメンうまい。うん、うん、いいね、このラーメン。まるちゃんの尾道ラーメンめっちゃグッドですね、これ。美味しい。小さい島の今からの島というところで、小型の塩を飲ます。はい、かなり今日は多分、買った島を想定。